ケラウノスを取り返しに来たか。待ちきれませんか。全軍迎え撃て。まだしてもあなた我が闘志受け止めていただきます。敵の構えどこかで見た。信玄謙信の戦略で腕輪を奪われた時と同じだね。またこれの独人、これじゃあ策は筒抜けだけど。ははー、官兵衛殿、そういうことか。となれば宗則さんは南から進んでください。あ、例に筒抜けがいるからご用心。筒抜けがいるねえ。先に言われたんじゃどうにもしまらないよ。まんまと心を通ったか。慌てふためくがいい。おっと、こいつはびっくりだ。なんて、しらじらしかったかね。なに、伏兵を見抜いていたか。お次は俺たちが伏兵に気を取られてる間にデス方向から本陣奇襲ってとこかな。ってなわけで敵の奇襲部隊を待ち伏せします。芝生さん、兵を伏せて待機してて。ああ、分かった。果樹、トガ、行くぞ。さあ、これでどう。官兵衛殿の誘導にはきっちり乗ってあげないとね。敵が伏兵に気を取られた隙に本陣をつく。別動隊出よ。はーい、別動隊行ってくるわね。はいはい、予想通りの伏兵と奇襲。しかも兵の数が随分少ないな。勝つ気なしというより俺たちに勝たせようとしてるって感じだな。よう、奇襲ご苦労さん。せっかくだが邪魔させてもらうぜ。はあ、どういうことよ。ちょっと官兵衛さん、伏兵いるんですけど。なんてね、私もそれなりに頭はいいよ。兵士も多めに連れてきちゃってるし。思ってたより大軍。お願い、手を貸してあげて。見破られていては勝ち目はない。ザキちゃんが大変や。うちが低下してる。まとってや。手のかかる女だが、ここで本を売っておくのも悪くない。一緒にザキちゃん助けてくれて大きに。紹介のおっちゃん案外優しいんやな。私はおっちゃんではない。それと本を売るのは芝生殿や。打ち取ったい。うちを騙したんか。なんかいけな子。何、悪魔。紹介にしてはやるな。これで邪魔な奴らを消しやすくなった。寝返ったか、将軍。あやつを粉砕してやれ。粉々に噛み砕いてやる。紹介だ、ご無事か。あなたに助けられると。礼は言いますよ。一応敵は我らの策を防ぐため兵を割いた。本陣の守りが薄い今が好機。何何、本陣を攻めりゃいいってこと。じゃあ行ってくるぜ。行くぞ雪村。兄上、真田の戦我らで示しましょう。我に力を授けたまえ。孫悟空が敗れては我らに道はなし。清盛殿、派生に行かなくてもよろしい。
我が愛を愛を知る勝者だ。少し甘く見すぎ。クンデー殿気づかれちゃったか。じゃあ全軍中央の敵へ進軍開始。アン、思惑通り動いてくれたこと感謝せねば。いやだな、そんなのお互い様だって。カンデー殿のおかげでこっちも楽できたしね。今こそ攻め立ててやろう。さすがです、あなたならばと思っておりました。北と南の戦線はこっちが優勢、残るは中央。でも真田兄弟に任せておけば心配なしと。我ら兄弟の絆で敵を打ち払ってみせましょう。さっきの懐に入り込み撃つ機会を狙っていたのだ。召喚、よくぞ辛い任務に耐え抜かれた。まあ私にとっては大したことはありません。面倒だ芝生殿、ご恩があるだろうし。清盛の部隊を壊滅したが、これが人間の力か。もはや戦いを避けることはできない。そろそろ本気で勝負でいこうか。どっちでも参ります。それにしてもワンデーでもってば満強いよね。さっきにずっとこき使われて強くなかった。牢獄に囚われていると思えば耐えられるはず。ドキドキ、私たちを裏切ってでも貫かねばならぬ思いがあった。我らの友情はもっと深いところにある。刃を交えようと断ち切れぬ絆があると信じている。あなたならやってくれると信じていました。雪村さんが先走らないか心配だったけど、さすが真田兄弟、息ぴったりだったね。そう見えていたのならよかった。雪村の足を引っ張っていないか不安だった。秘伝の腕前ほれぼれいたす。勘兵衛殿、全部お宅の筋書き通りかい。軍師ってのは怖いもんだね。兵のような人間こそ読みづらく怖いぞ。また味方となる手案だし。あなたこそ天下無双の強者です。目の前で活躍されても悪くない気分。お前の特別雪村、この奇跡よ。私は君を裏切る。俺に力を授けた。いえ、ですがこちらにも譲れない信念があります。刃をかわさざるを得ないのであれば、友として私が戦いたいのです。共に行かん。潔く負けを認めよう。望みのものはここだ。これはゼウス殿の武器、ロキ殿。雪村、